はい、こんばんは、ドンです。今日も信長内房大使、赤いてる子編やっていきましょう。前回北関東というか東関東、もはや会津まで伸びてしまい、田村家を吸収した照子お姉さん、次は分断されている領地を結合するために唐沢山を攻めようとしてるんですね。でタコさんの部隊、こっちの東関東諸将の連合軍を、タコさんに編成して攻め寄せたところですね。で北条の迎撃が来ている。でそんな北条家に徳川が攻め込んだんですよね。勝ちは揺るぎない。いや、やりましょう。こんばんは、今日もよろしくお願いします。いやー、大使 PK 楽しみ、早く PK 出てほしい。お任せくだされ。まあちょっと普通に無人でいいかな。ここはお任せくだされと思ったけど、やっぱりまあいいや。ここはお任せくだされ。いやー、今なんかもうだいぶいろいろ余裕じゃないですか。結構いろいろ余裕で動かしてますけど、まあ PK になるとね、全く違うんでしょうねっていうのがね、楽しみ。進出鬼没か。覚悟しろ、行くぞ。ね、そう、 PK はね、飛ばした方が被害少ないんじゃないか説までありますよね。あのね、北条の大名って確かなんだっけ、北条の大名見てない気がするな。北条は戦闘系の大名じゃないと思うんで、どっかに情報出てなかったっけ、北条の大名って。ご命令、始めるぞ。始めるぞ。覚悟せ。覚悟は良いか。下地、始めるぞ。ご命令を。覚悟しろ。そういえば織田さんの対面とか気になるね。始めるぞ。フェニックス、あの固有の志持ってる人間は固有の対面持ってそうな雰囲気があるんで、織田さんの対面ね、なんだろう、ちょっと想像つかんな。滅んでも大丈夫みたいな、タフネスみたいなね、滅んでも復活するぞみたいな。対面発動中は滅んでも復活するぞみたいなさ、ゲチロ、なんか織田さんらしい輪廻転生ロードできちゃう。なんとロードする権利を与えられてしまう。知れました。ああ、そうね、あの復帰からの回想がね、あんまり意味ないですもんね。もう策のある者がいるよ。撃てみんなお尻を見せてやってきている。この策でなんでしょうね、全く想像できないな。あのまあ何度転んでも復活した人じゃないですか。それをどう対面に落とし込むのか。覚悟せ、ゲチ、覚悟せ。覚悟は良いか。この策で敵を欺か。撃て。ご存知お聞きくだされ。ご命令。よし、行きましょう。ご存知お聞きくだされ。この策で敵を欺か。撃て。鉄砲もね、これあの今より使いにくくなった感はあるから、どうな、鉄砲もどうなるのかだろうっていうところもありますしね。僕の手じゃ見せてやる。我らの勝ち揺るがぬぞ。ああ、大敗、あの、ま、負けても兵が減らない、負け、ああ、なんだっけ、負けても兵がすぐ回復するとかでもネタに走りそうな気はしますね。あんまり実用性のない、実用性ありすぎても困るじゃないですか。まあなんかそういう実用性のない面白対名なんじゃないかな。ご命令を。始めるぞ。始めるぞ。この策で敵を
でもあの固有の志持ってる人間にみんな対名があるとしたら結構面白いですね。おっと奇襲食らっちゃった。あ、敵の総大将こっちか、強襲隊か。あ、意外にちょっと戦いが長引きすぎた。始めるぞゲチ、覚悟しろ。ゲチ、いざ進まん。ロブス、お聞きくだされ。掴んだ勝機。戦いが長引いてるのはこっちの武将もあんまり大したことないからですね。見せてやる。マニアック大名、マニアックじゃないですよ。騎士、多分テルコおばあちゃんは結構メジャーどころのはずですよ。始めるぞ。多分。あ、そっか、確かに、ね、汎用志の対名がどうなるのかも。負けるとは。さ、次々に退却したところで勝ちかな。今ぞ、放て。勝って兜の王を締めよ。いい感じだ。おっと成田長近の父ちゃん誰だろう。打ち取ったぞ。成田康則かな。かたじけない。さ、これで唐沢屋も落とせると結構でかい。硬いな、減らんな。浮田と同盟切れた。清須織田、あれ、こんな順番に出るんだっけ。こんな順番に出るんだっけ。報告いたします。先月の収支です。お米がちょっと厳しくなってきてな。お米が厳しくなってるんで、できれば唐沢山を落として停戦したいな。これ北条氏政うちに来るのか。あ、なんとうちに来てるのか。うぜ、グググググ。織田城が落ちるか。落ちるな、これ助からんな。落ちるな。まあしょうがないな。北条打ちてるか奮闘。お、北条がか、え、家康に勝つのか。家康3万8000人ちょっと意外。家康が負けるのか。報告いたします。これより表情を行う。商業系が欲しいな。みんな考えを言うのだ。ちょっとイマイチか。これにて表情を終える。相変わらずイマイチだな。方策がだいたい港湾整備だって。テルコお姉さん、山ん中じゃないですか。こんなん港証券成長って言われたって。牧畜とかね。先に持つ。まあしょうがないな。よし、だが落とし返した。これで停戦してもいいし、有機城、いや有機城乗っかるか。手を打とう。ん、あ、別れた旦那がやってくる。いや一回これ交渉して。あれ、交渉できない、怒ってる。あー、テルコ呼ばわり。テルコは宇治房の仇。なんたる。どうしようかな。どうしようかな。手を打とう。出
陣するぞ。えい、あっち。この微妙な志、領地保全。おお、明智対蒲生か。明智とかも、というか明智不思議と全然健在ですね、天王山シナリオなのに。というかあのこの辺りが全く動きがないですね。何なんだろう。むしろ蒲生が真相だよ、こんな二国じゃ。そういえばこの天王山シナリオの蒲生もってね、実はちょっと興味があったんですよ。城二つだけだし。いや、柴田って付き合ったろ。我ら明智に狙われし者、せめて苦しむことなく一撃で果てるがよい。大内家？ああ、東北の方か。東北の方の大内家か。報告いたします。あ、そっか、長島があったから公安。そうかそうかそうか、忘れてた、ここに領地があることを。ここに領地があるの忘れてました。ちょっと遊びに行ってもいいんだけどね、あのこっちの方に。でもあのこっちの方のプレイはそのうちガモをやろうと思ってるんで、まあその時に取っとこうかと。ガモはね、可愛い冬姫がいますからね。可愛い冬姫と桃地三太夫と柳生石秀才、あと五右衛門。今度は榊原。おお、北条打ちてる、勝つね。包囲せよ。これは強行でぶっ飛ばしましょう。これで一回講和したいかな。この状況で講和したい。だからできないんだってこれ。困ったな。北条氏政破るしかないか。病には勝てぬか。うっかり北条一族を殺してしまったもんだから、いたします。それにしてもね、大使 PK が出た後、やっぱ大使 PK の新シナリオばっかりやりそうな気がするな。ちょっとね、家康の方がな、北条と家康がね、ガッチガチにやり合ってますね。僕さっさとあの北条戦に蹴りをつけて、あの上杉真田を攻めようと思ってたのに。唐沢山はちょっと鍛えとくか。まずお米を買って取引を行いましょう。ありがとうございます。そうですね、過去の信長は今のうちに やっときたい。今過去の三国志やり始めてますけどね。うっかり。あ、間違えた。貯水池大事なんだが、貯水池。かしこまりました。商人町。かしこまった。砦。は。あ、ここも砦置いとくか。は。かしこまった。さあ、あとは牙を大量に置いたりしたい。かしこまった。は。そういえばあの大使 PK の新シナリオのあの戦国なんだっけ、戦国百花聡明でよかったっけ、あのシナリオはねちょっとよくわからないんですよ、説明。あの僕ね戦国百花聡明実機で見てないんですよ、地方モードクリアしてないんで。でその結果
なんだっけ、公式情報によると、あの古今東西の名将たちがあって書いてたじゃないですか。その古今東西っていうのは源義経とかそういうのを含めて古今東西なのか、それともあの、まあ、いわゆる戦国、単純に戦国時代の古今東西なのか分かんなくて、皆さんあの文章的にどう判断されました？あれ僕あれおやと思ったんですけど、この力お見せしましょう。有名武将を大名にしちゃった系か。だあの古今東西っていう言い方がね気になったんですよ。これあの蒼天禄以来となる蒼天禄以来となるね、あの日本史オールスターシナリオかなと思ったんだけど、そうでもまあそんなことないよな。覚悟せよ。それだと嬉しいんだけど、そんなことないわな。始めるぞ。ね、だって古今東西だよ。だってカエサルとか出てきてもおかしくないよ、烈風伝のように。覚悟しろ。公式のシナリオ紹介、そういう文章で書いてますよね。覚悟は良いか。いざ進む。いやー、いや、いや、どうだろう。覚悟せよ。まあ、うん、まあやっぱりそこら辺かな。やっぱ戦国、いわゆる戦国時代、いても北条早雲かな。でもその古今東西っていう言い方でね、僕を惑わすのはやめてほしい。え、古今東西、また小王の戦いが起きるのみたいな。おお、なんじゃこりゃ、ぎゅうぎゅうだな。そうですね、天下創生ありま、あの天下創生なんだっけ、前九年とか後三年とかありましたよね。ただあれはあのステージクリア型のマップとしてなんで。ご命令を、ご命令を、覚悟せよ。我が命に従え。始めるぞ。覚悟せよ。覚悟しろ。そう考えると、あのなんだっけ、シナリオってたくさんありますけど、オールスターシナリオがねちょっと多すぎるような気がするんですよ。戦国百花繚乱と太子も言うと、太子も言うは違うんだっけ、あ、太子も言うだそうか。3つぐらいありません、オールスターシナリオ。撃て。覚悟せよ。この策で出し抜いてくれ。そこまで差を感じないのに3つもあるから。覚悟しろ。ご命令。覚悟せよ。イフシナリオあれですか、龍骨決命でしたっけ。あれはああいうシナリオ好きなんですけどね。初見さんもこんばんは、よろしくお願いします。すげえ多いな。おっと、北条綱、あの勝ったさんが顔を当たってきましたね。撃て。そして強い A ランクか。この策で敵を欺か。結構しんどいぞこれ。そうそうそう、あ、まあその文章を読む限りはやっぱり戦国武将ばっかりかな。おっと、勝ったが出ちゃった。 S ランクになってる。あれやべえ、普通に突破されそう。強え、ゲージが長すぎる。この策で出し抜いてくれよ。ゲージ、覚悟せよ。撃て。この策で敵を欺か。あの豊臣の逆襲って、豊臣の逆襲に関してはあれじゃないですか、あの秀頼が出馬して大阪側が勝った後のシナリオですよね。豊臣の逆襲はね、なのでちょっと楽しそうな感じがする。勝ったさん、どっか行っちゃった。策の
者がいるよ。この策で出し抜いてくれよ。覚悟なき者、負けはせぬ。浅はかな。ぬぬぬぬぬぬ、包囲してる側の方が圧倒的に辛いっていうね。始めるぞ。ご命令。始めるぞ。ゲチよ。覚悟は良いか。硬い硬い。我が覚悟。お見せしよう。ゲチよ。始めるぞ。糸一刀斎かこれ。お、だから幸いもう少しで北条氏政をどうにかできる。愚か者には死あるのみ。これやっぱりあの微妙ど、まあこっちの武将が微妙どころなんで北条家がめっぽう強いな。ひどく苦しめられる。ゲチよ、始めるぞ。お父さん、お聞きくだされ。敵を制すは我が軍略よ。やりたい。前へ。あ、後ろに回り込まれてるな。あれ、太田助政じゃん。もうちょっともうちょっと。よっしゃ。よしよしよし。策のあるものがいる。これは勝った。しかしこういう戦いでPK やると勝てる気がしないな、正直。勝ちを重ねて天下を目指す。よかったよかった。これチャンスだからもう有機城まで落としたいな。いや、一回騎乗しよう。このタイミングで騎乗しよう。で、舞台を再編成したい。そもそもテルコばあちゃんとかこっちの主力級のやつらが今編成されてなかったんですよね。信長が生きたまま全世界をあれですね、下天ですよね。下天2か。川尻か。筒井を攻める。おっと、これ明智無双が始まってる。まさかの、まさかの明智無双。志果たせぬか。志果たせぬか。定湯が死んだか。しかし天王山シナリオで明智無双がするっていうのがね、熱いね。報告いたします。これより表情を行う。お、テルコばあちゃん、これにて表情を終える。そうですね、新しいグラフィックはね、いろいろ欲しいですよね。というかやっぱり新しい、古いままのやつらどんどん新しくしてほしいよね。ああ、ホロシューまで貯めるか。まだ壊してくんないかな。承知いたしました。で、唐沢山、重要拠点の唐沢山にあの新しい田村を入れましょう。田村おじいちゃんを、100歳超えを。石塚城には、菅野屋さんか。かしこまりました。菅野屋さんは吸収か。また例によって足止めと餓死に昇誕でも入れとこう。かしこまりました。作詞いいですね。じゃあ田村二人入れときましょう。はで、お金があるんでこのタイミングで回収しようかな。5000もするのか。回収高いな。諦めるか。交渉は相変わらず不能。怒ってる。
で家康が第三陣か。家康しつこく攻めますね。高みの見物といきましょうかね。義経チンギ三節あれどこから始まったんでしょうね。誰が始めたんだろうね。よしこれでいいや。承知いたしました。お、柴田が明智に行く。ほう、知ってるよ。勝家照子ばあちゃんのこと好きなんでしょ。違う、照子お姉さんのこと好きなんでしょ。わけわかんないことになってる。家康3万9000対北条氏輝3万4000。氏輝が勝つ。勝っちゃう。勝っちゃう。報告いたし。北条と徳川がこんなにガッチンガッチンやり合ってるのあんまり見ないんですけど、北条が勝つんですね、こういう戦い。結構意外。ほう。高みの見物です。小野寺、もがみが伸びてますね。笠井家か。おお、柴田勝家奮戦。さすがに柴田、かかれ柴田ですね。そして上杉の2部隊、これ川尻食われそうですね。そらそうなりますわな。使いの者が来たようです。お、講和ですね。いいでしょう。よかったよかった。これでこれで真田と上杉と戦えるかな。報告いたします。林田さん、まさかの林田さん先生がそんなこと、そんなひどいこと言い出しちゃった。お金は十分かな。いや、開発も委任しちゃおう。そろそろ行きましょう。目標は信行3台。相手にとって不足はない。5900で迎撃してくる。でも上限3万だからこれ余裕だぞ。なかなかの強者編成ですね、これ。もうちょっと早く、あんまり早くならない。でもまあさすがによ義経チンギ三節はあまりにもあれな説なんでね、ちょっとモンゴルの人に怒られるんじゃないかっていうね。おお、柴田奮闘ですね。今ガモが明智家、
あれ、あ、もうガモを滅んでたんだ。ガモが、ガモがすでに滅んでましたね。明智に吸収されてら。報告いたします。義経チンギ三節を軍部が利用っていうのは、あの大陸進出にあたっての大義名分っていうか、まあ大義名分でも何でもないんですけど、まあそういう伝承を広めたって感じですかね。素晴らしき案だ。ちょっと保留かな。お、小畑景典じゃないですか。結構有能ですよね。毎回毎回有能で、毎回裏切る、毎回忠誠がクソ低いっていうね。かたじけない。小畑景典はどっかのお城あげてもいいな。祇園城、宇都宮城、烏山城。いや、これから落とす、これから城落とすから考えよう。沼田の子の戦いは、おっとおっと、川尻、上杉を滅ぼすのか。取り囲め。今度は木曽家に。上杉すごいやる気、やる気勢ですね。上杉こんなに信州に乗り込んでる。上杉改革初めて見たかも。やるな。そして柴田が連戦連勝やりおる。報告いたします。う、ちょっとお米が厳しくなってきたぞ。これ取引を行いましょう。ありがとうございました。そういえば影勝で思い出したんですけど、影虎が独立してるシナリオってないですよね。あのシナリオ最初から影虎が独立してるか、もしくは柴田でもいいんですけど、あの柴田、僕ねこれ越後ってこんなに長いんで、できればねどっかで独立してるシナリオがあった方がプレイして楽しいんじゃないかなと思うんですけど、あの上田長岡で前やったじゃないですか。あれ結構楽しかったんですよ。やっぱりないよね。影虎が最初から独立してるシナリオあってもいいのにな。使いの者が来たよ。詫び込みが欲しい。木曽家が滅んだ。待たないと起きないのか。その待たないと起きないっていうのがね。お、柴田また勝った。うんね、あの柴田、あの越後の方の柴田と上杉景虎は独立シナリオが欲しい。報告いたします。お米が厳しい。取引を行いましょう。ありがとう。僕なんだかんだで結構領地広がったはずなんだけど、お米が相当、お米がなんか妙に厳しいですね。浮田がほえ、長須壁、長須壁伸びたなあ。あ、伸びたっていうか、まあいつものこれか。報告いたします。ね、米不足だね。米相当不足だ。これちょっとまずい。これ米不足が過ぎる。みんな考えを言うのだ。いい考えだ。グググググ。これにて表情を終える。まだホロシュー取れない。170か。まあ、あのゲーム的には多分速攻滅ぼされると思うんですけど、上田、あの上田長岡のように。ただ自分で操作してね、どうにかしてやりたいんですよね。よし、勝ったけど、お米が2000。
真田昌幸を撃破して解散して米収入待ちましょうかね。続け。待機する。う。いや、草食え。これで昌幸を撃破できれば、草食って我慢して昌幸撃破して解散。なんとか報告いたします。いやー、臭くって耐えましたよ今のは。沼田落としたのでかいな。じゃあ沼田に早速小畑を入れましょう。は、結構有能小畑というか、この人ってそんなに有能能力を与えていい人物だっけって思うんだけどな。そう、ここでね、チンギスハン作戦ですよ。あれ、ジンギスカン作戦だっけ。なんだっけ。用心か。知った吸収。いや、規制崩しを持ってこう。これでもうね、秋まで動けませんね。あ、そう、米買ってもよかった。でもどっちしてもこの米はきつい。報告いたします。大日本帝国の偉大な兵隊作戦で、ちょっとすいません、めっちゃうろ覚えなんですけど、兵隊に羊か何か連れてくんでしたっけ。取引を行いましょう。ありがとうございました。で、現地で食べるとかそういう作戦なんでしたっけ。そうそうそう、牛で移送しつつね、その牛も食べちゃおうって言って、もう笑うしかないですよね。なんか堂々とそういうことをやらなきゃいけないような状況で戦争をやるのかっていうね。報告いたします。これより表情を行う。なんかやっぱりどこか狂ってますよね、それ作戦として。めちゃくちゃにも程があるだろうっていう。これにて表情を終える。いやー、やっぱりね、うまい飯をたくさん食べたかが勝ちますよ、戦争は。そりゃね、うまい飯と量で、あの飯の質と量ですよ。報告いたします。何なんでしょうね、あの兵隊意識の低さっていうのは。ありがとうございました。足軽戦で行くか。これでいいかな。あー、確かに唐沢山の上に一つ築城するのありですね。報告いたします。よし、米が入ったんで、さ、サンダーに留めていきましょう。撃って出てこないのか。36日か、遠いな。もうちょっと機敏に編成できないかな。無理か。
うちね、領地が長くなりすぎたってのも良くないですね。真田は信行だけ許して、あとは全員除名か処刑かします。まあこれぐらいでいいや。3000で4ヶ月あれば落とせるだろう。進め、もう強行と落としちゃおう。ずっともはね、ずっともあいつ、あ、相手が、あいつが悪いんですよ。あいつが同盟更新してくれなかった。おっと、徳川対上杉。徳川北条に勝てないと思ったら上杉に行くのか。面白いな。いいよ、見守っちゃるよ。羽柴対毛利か。ほほう、僕秀吉大好きだから羽柴についちゃおう。まあ照子おばあちゃん的にもね、こっちに来たか、このタイミングに来るんかい。54,000。これはどうすっかな。真田をどうにかしないとダメだから、一回祇園を諦めるか。とりあえず真田をどうにかしよう。とにかく落とそう上田を。強行ででいいから、それから考えよう。いやー、真田ね、さっきから実はね、微妙にずっとうざいんで、滅ぼしてしまいたい。もしくは今から U ターンして先に叩くか。ちょっと待ってね、待て、今舞台集まってるから、橋番ついちゃおう。使いの者が来たようです。ぐ、いや、その命預けた。半年ならいいや。まあ向こうから来たんならしょうがない。正行可愛いからな、しゃあない。報告いたします。で、集めた軍勢そのまま U ターンしよう。これにて表情を終える。まあ半年、その命半年生きながらさせてあげましょう。殺し決戦と。いやー、信行が欲しいのと、あと実はね、本拠地周りに城が少ないんですよ、ここら辺に。で、なるべくちょっとこの辺りに領地を少し拠点となる城を増やしたくて、こっちの方遠すぎてあんまり戦力として当てにならないんで、実質ここぐらいまでなんですよね、戦力として当てにできるの。ん？あ、これ2軍団か、集結してんの。これ間に合わんかもしれんな。橋場家と毛利家、木を育て手を引く。お、なんじゃこりゃ。あー、秀吉が池田を攻めたのか。へー、間に合わんかな。いや、方位だったら間に合うな。走ろう走ろう。39日、出陣する。筒井が滅んだ。あー、強行、あー落ちるか、それは落ちるか。まあ一瞬だった一瞬だった。出
唐沢山に来たか。次が本番ですね。米買おう。取引を行いましょう。ありがとうございました。そういえば僕秀吉大好きなんだけど、なんだっけ、あの100年前ぐらいのね、人気武将ランキングみたいなのどっかで見たんですよ。新聞か、100年前の新聞か何かの記事で。で、それがね、1位が秀吉だったんですよね。で、織田信長とか結構低かった。むげー、強行か。あー、間に合わない。間に合った。よっしゃ、ギリギリ間に合った。あと1駅分で間に合った。来なかったな。でもこれは勝たないといけない。見せてやろうか。ここは田村おじいちゃんがお取り合い務めましょう。しまったな、こんな戦になるんだったらもうちょっと真面目に編成すればよかった。まあメディアの適当ランキングかもしれないんですけど、まあ当時の世相かもしれないですね。あの司馬遼太郎がどこまで人気を与えたかがちょっと分かりかねますよね。あれ、これなんだっけ、この陣形。本陣切り込みじゃないし、ゲチオ、さあ始めようか。うんうん、あの時代が変わると結構人気がひっくり返ることありますよね。始めるぞ、ご命令を。僕ね、あの出世しきった後の秀吉も好きなんですよ。なんだろう、あのなんだろうな、あの諸行無常というか、秀吉のね、諸行無常感すごい好き。始めるぜ、ゲチ、始めるぞ、ゲチ。行くぞ。坂本龍馬はね、でかい気がしますね。謎の陣形、中央に集結中。ご命令。うん、で最終的にそのまあ秀頼、まあなんだろうね、子宝に恵まれず、まあ晩年に秀頼が生まれたけど、まあ、それも怪しい状況で。これおとり挑発じゃないの、本陣切り込みか。あ、本陣切り込みだったらちょっとやばいかも。ちょっと下がる、これ本陣切り込みな気がする。ゲチオ、ゲチオ、さあ始めようか。この策で勝てるはずだぜ。切り込め。敵の移動、おとり挑発、知れました。僕はなんかその秀吉になんかその物の哀れ、いや物の哀れじゃないな、まあなんかその晩年の秀吉の哀れ感すごい好きですよ。まあでもあの柴先生ってあれですよね、その日本人の歴史観に影響を与えるほどのフィクション作家っていうところはね、凄まじくないですか。まあ言っちゃえば、あのただの歴史小説家じゃないですか。それがその日本人の歴史観に影響を与えるっていうのはね、すごいと思う。敵の居所知れました。てか敵 S もいるな。これちょっと危ない気がする。この策で勝てるはずだぜ。ご存知だ、お聞きくだされ。ご存知だ、お聞きくだされ。ご命令。この策で勝てるはずだぜ。
愚か者には死あるのみ。ゲチ、ちょっと厳しいな。立ち止めせ。これ本陣切り込みもう終わってるのかどうかわからんな。敵の居所知れました。放て放て。グググググ。この策で勝てるはずだぜ。敵を制すは我が軍略よ。息の根、止めてくれよ。ゲチよ、始めるぜ。時は今。五色じゃなさそうな感じする。さっきから大道寺がモワモワしてるんで、多分大道寺の本陣切り込みかなと思ってるんですけど。策のある者がいるとのことです。で、テルコばあちゃんを前に出すかどうか迷ってるんですよ。もう本陣切り込みは切れたかなと思ってるんですが、もう切れたよね。恐れるな。ここまで引っ張っといて今から発動されると嫌だなみたいな感じですね。さあ始めようか。振り上げた軍略見せてくれよ。あ、しまった、逃げられちゃったか。叩き潰せ。いやよし、届いた。策のある者がいると。これはちょっと激しすぎる戦いになってしまったぞ。勝てるはずだぜ。ロドス、お聞きくだされ。その首もらい受ける。ここで、北条氏政がいいポジションにいるな。みんな進むのだ。さあ、僕もね、三国志横山から入った。ゲチ、始めるぞ。お命令ください。前田刑事対大田助政。我が力思い知るがよい。練り上げし我が部トフトミを。格の違い見せてやるよ。おっと、今ぞ放て。一人でかぶいてる。いいよ、一人でかぶいて。放て。敵の居所。よしよし、これはいいぞ。これは案外いいぞ。覚悟願おう。ご命令、覚悟しろ。始めるぞ。これは、釣れ、やべ、袋叩きになってる。ゲッチ、離脱しよう。始めるぞ。この策で勝てるはずだぜ。この策で勝てるはずだぜ。花の刑事もね、素晴らしかったですよね。今は引くぞ。この一撃、貴様にかわせまい。花の刑事全巻持ってるんだけど、いまだにね、秀吉との謁見の場面たまに読み返しちゃう。あそこ最高。これでおとり挑発が決まりそう。そうそう、サルマネのところ。策がございます。ロドス、お聞きくだされ。その首、この手でいただく。花の刑事はね、秀吉の描き方もかっこよかったですよね。はい、そうです。百万石の先はね、嫌いなんですよ。あの話があったらね、なんだろう、あの謁見の場面が台無しじゃないかみたいなね。一撃で沈めてやろう。我が部思い知るがよい。切り込め。よし、宇治政釣れた。これはでかい。策のある者がいるとのことです。この策で勝てるはずだぜ。敵を制すは。宇治政が釣れたのはでかい。始めるぞ。命令してくれ。さあ行こうぜ。いや、ここは小畑に頑張ってもらおう。ご命令はこの策で出し抜いてくれ。なんだっけ、小男の小男は総じて端国しぶといみたいな、こう
そういうことも書いてたじゃないですか、花の刑事のあの謁見のシーンで、あのね、あそこら辺も好きなんですよ。敵の居所知れました。おっと、またデバフばらまいてる。水の屋さんはどうやらもうダメだけど、よし、いい感じに。そうそう、花の刑事の石田三成ね、素晴らしかったですよね。石田三成をああいう風に描いたの、ああいう風に描いたのね、素晴らしかった。甘く見られたものだわ。石田三成像の中ではね、僕一番好きだな、花の刑事の石田三成が。一旦引こう。さ、ついに宇治政回想。今は引くぞ。だがこっちも水の屋さん回想。あとは総大将に追撃だ。この策で勝てるはずだぜ。今こそ雌雄を決する時、皆進むのだ。ゲチを始めるぞ。ご命令を。さあ始めようか。ご命令を。行きましょう。これでそのまま勝ち切れるといいな。仕方ねえ、一旦引くか。さすがに勝ち切ったかな。今だ、上がって。あー、そうそう、石田三成が泣いてたの、朝鮮出兵、確かに朝鮮出兵のような気もする、うん、関ヶ原か朝鮮か、どっちかの前ですよね。石田三成がすごい泣いたの、お前に何が分かるっつってポカポカと。我が魂燃える限り負けはせぬ。よしぞ、なんとか祇園を守った。違う、唐沢山を守った。ここでカウンターアウトしたいんだけど、あれ、今度は宇治照か。行くぞ。今度は宇治照。続け。行きましょう。北条高広、速攻で降伏しそうで怖いな。報告いたします。やっぱり米が苦しくなってきた。これね、お米引き換え券はできれば使いたくないと思ってるんで、 PK、 まあ、あの PK でできないことなんで、そう考えるとやっぱりお米が辛いな。なんとか北条の城に乗って詫び米をせしめたいんですけど、唐沢山、祇園、そう、あ、なるほど、祇園が落ちたからこの砦が落ちて、あの唐沢山で防御側にならなかったのか。やっぱり祇園奪還したいな。次は宇治照。相変わらず北条強いな。まあでもうちもだいぶ強くなってきたんで。我が力お見せしよう。本陣先駆け。これね、僕や本陣先駆けって選んだこと一回もないんだけど。本陣先駆け選ぶと、この本陣があの前に向かって突っ込んでっちゃう、前突のように。ここはお任せ。前突のようになっちゃう系ですか、もしかして。
今度あの有利な状況で本陣先あのさ本陣先あ行動不能にはならないんだ。なるほど、ありがとうございます。じゃあ行動不能にならないならまだありかな。自分で位置を調整すればいいから。能力上がって突撃は全と、あ、ちょっと待って、分かんないな。おっと、ウジテルもう来たか。ご命令を始めよ。敵の居所を。ウジテル早いな。あ釣れた釣れてしまった。これは釣れてしまった。うっかり北条氏輝が釣れたらこれはもうね連れてくるしかない。熱烈歓迎しましょう。この策で勝てるはずだぜ。もうすいません、ほぼほぼ勝負あった感がある。始めるぞ。ゲチよ、始めるぜ。始めよ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。もう広く展開する必要がない。来た来た来た。おっと、でも命令、もうちょっとこっちに来てもらおうかな。位置を調整して。覚悟しろ、始めるぜ。ご命令を。さあ始めよう。北条がちょっと下がって、これは追いかけてきたやつを足止めしないといけませんね。テルコとよし、ヨシアキだけなんだ。へえ、ま、むしろテルコなんだ。そんなレアな時戦法だったんですね。大将先駆け、まあそんな先駆けする大将いねえよって話ですかね。でもガモーとか使えそうじゃない。このさ、思い知るがよい。ね、ガムを使えていいよね。放て。先駆け隊は5ターン命令できない。なるほど、つまり大将は5ターン先駆けできない。あ、大将を5ターン命令できずに大将がどんどん突っ込んでっちゃってか。あれ。おっと、横瀬国重、孫か一族か分かんないけど全滅しました。すいません。お聞きくだされ。思い知るがよい。格の差、思い知るがよい。我らが破れる気だ。一旦引こう。かかれ。このままだ。はい、終わりました。貴様らとは覚悟が違うのだ。さあここで祇園を奪還したい。出陣する。大将に護衛隊が2人ついてもな。ついてもな。お、大友が伸びてるな。結構なんかいろいろ展開意外ですね。これ今回は上杉が信濃に入ったかと思ったら上杉対徳川がっつりやり合ってますね。いいね、上杉徳川熱いですね。そしてあ、さすがに明智が駆逐されつつありますね。柴田に連戦連敗が痛かった。そして羽柴にも食われてほぼほぼ終わりそうで、長塚部はいつものごとく浮田を食ってる。そして大友絶好調。あれ、龍蔵寺がない。龍蔵寺が過去のものになりました。おお、徳川対北条、いいじゃない。徳川についちゃうよ。そうですね、まあ多分上杉と真田が同盟してるんで、
田村おじいちゃんだけど、どうしようどうしよう、田村おじいちゃんと結婚か。これより表情を行う。素晴らしき案だ、素晴らしき案だ。これにて表情を終える。もうと、ほんとね、取りたいものが出ないっていうかね。あ、これ取っとけばよかった。両意見提案率上昇結婚生活多分短い。いやー、結婚するんだったら、いや別にそこまで重要な話でもないんで、あの微妙なんだろう、今までの流れの中で結婚しても良かった相手って誰ですか、今回のプレーの中で。こいつと結婚するんじゃしょうがないなみたいなっていうのがあったら結婚してもいいかなと思う。刑事かな今んとこな、今んとこ刑事かな、このシナリオで活躍してるのは。あれ、これ別れた旦那が来るのか。大道寺正成。あ、和正と再婚か、なるほどな。滝川な。そして滝川来ました。進むも滝川、引くも滝川。まあね、あの初手結婚追放はね、これはもういわゆる御妻業の女ってことだよね。我が力見せてやろうか。一部隊減ってんだよな、そういえば。あ、勝家はね、勝家と結婚できる機会があればね、ありですね。いやいや、序盤でひどい別れをして、あそこからの結婚先から始まる物語ですよ。行くぞ。一部隊少ないな。大道寺正成、滝川、寿命近いの次々に取り替える、まさに御妻業の女じゃないですか。それこそ、もう出番だ、始めるぞ。まあ、あの旦那枠が空いたら再婚できると思いますよ。もしくは旦那を追放しちゃえば。いざ進まん、始めよ。この策で勝てるはずだぜ。とっ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 と、敵の居所知れました。あー、一歩届かず、残念。策のある者がいると。Uターンしましょう。始めるぜ。そうですよ、滝川一馬とのね、滝川一馬とのラブストーリーですよ。戦っては別れ、戦っては別れという。行こうぜ。敵の居所知れました。またお尻を見せた子一等賞ですね、大道寺正成。これはこの策で勝てるはずだぜ。お尻に早掛けしてもしょうがないんで待機。龍宗寺の高信の母ちゃんもね、そろそろ欲しいですよね、本当。あれ、そういえば大使 PK って新しい武将って増えたのかな。
その話を全然聞いてない気がする。行こうぜ。ご命令を。ご命令を。いざ進まん。現地始めよ。なんかあんまり新武将の情報ないですよね。おっと、知れました。何？お尻で奇襲してくるのか滝川一馬は。やりおるぞあの男。この策どう？お尻から当たってきて奇襲になるとは思わなかった。新しいな。あーそうね、姫は追加してほしかったな。お命令くだされ。いい風だ。行こうか、松風。放て！今だ！放て！なるほど、それが引くも滝川ね。お尻から奇襲できるところが引くも滝川。テルコ姉さんね、確か80ぐらいまで生きたはずな、80代まで生きたはずなんで、まだまだ全然、あの何せ小田原征伐で大活躍して秀吉に認められた人ですもんね。さあデバフをばらまいて回想。の武将は全部で何人、あれ何人だっけ、1000は超えてるよね。1000、ごめんなさい、分かんないや。放て。我が武名天下に示して。でもあれですよね、あのなんだかんだ言って1000人以上の武将のグラフィック一人一人固有に用意してるって結構すごいことなんですよね。割と昔のゲームでも武将1000人みたいなゲームはあったんですけど、名前だけ顔グラフィックなしとか顔グラフィック全部コッペとかそういうのも多かったんですけど、さすがにね今光栄ぐらいな気がするな。武将1000人それぞれ固有の顔グラフィックありって。勇気城強行で落とそう。行くぞ。出てくるのか。進め。家康と綱重。お、ついに家康が勝った。これは北条崩れかもしれないですね。取り囲め。仏教人脈。なるほど。多分あのグラフィックチームだと思いますよ。報告いたします。まあというか当たり、まあ多分というか多分絶対そうでしょう。というか米がなくなってた。ありがとうございました。これはもうね壊しましょう。承知いたしました。もう米が持たん時が来ている。よしというところで、もう、7、80分になって、なってますし、ここら辺にしときましょうか。皆さん、大使はこれにて一旦終了とさせていただきます。長らくお疲れ様でございました。僕、この後、三国志11のはしごに入りますんで、はしごされる方、引き続きよろしくお願いいたします。では、一旦放送を閉じます。お疲れ様でした。